はい、こんにちは、ペソでございます。ダスト2空き地モードで対戦、ドリームワールド編の16回目ですね。やっていきたいと思います。ちょっと空きました、実は。で、5桁の店がね、できてないんでしたよね。よっ、さてどこに行くかだね。休日にしたくなかったからね、入っちゃった感じですからね。これはダメだな。揃う気がせん。ああ、押さないとね。私が押さないといけないんですね。うん、早めに決まったね。
まあとりあえず取り返したね。おお、買うんだ。なるほど。あー、みんな抜けていくね。あー、私も抜けちゃった。まあ、餌まきは終わってますからね。あとどうなるかっていうところですね。あー、下行こうか。あー、残念。アンダーフローシャッキーにはならなかったね。まずカズミさん脱落。あ、210で買えるんだ。ポポタってあれですよね、ドラクエの子供の名前ですよね。3かなんかに出てた。はい、カズミさん元気チーン。ああ、また内側に。
おー、びっくりした。どっち行間違えてた。はい、わかんないや。これはマイナスだね。押さえとかないと回ってこなくなっちゃうからね。カオルコさん残念、そこはどうしたいんですよ私。
さあこれカオル君1出たら面白いよ。あー超えちゃった。ああマジっすか。もっとダメージ与えとくべきだったね。安すぎるとこは買わないんだね。あ、買われちゃうかな、あれ。さあ2出たら面白いよ。ほう、そっち行くんだ。なるほどね。ここヘリコインできるんだっけ。あ、いけるな。変えとこう。
さん、カオットさん出す目によっては。うわあ、ぴったんこ。うまい。はい、ではここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。